こんにちは。カナダ在住の山達です。ウクライナのラボということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、バイデン息子ハンターのパソコンからいろんなことが分かってきたよシリーズの第4弾ですね。えっ、ー、と、これに関するその動画をですね、再生リストにまとめたものを一応概要欄に貼ってありますから、まだパート1、2、3とか序章とかいろいろ見たことない方はですね、えー、ぜひそちらの方をご覧いただけたらというふうに思います。はい。えー、通称、地獄からのパソコンなんていうふうにも呼ばれますけれども、デラウェア州にあるパソコン修理店にハンター本人だと思われる人物 がですねパソコンを修理に持ち込んだんですよね。で、まあ結局取りに来ないもんだから中身をね契約通りに確認してみたところ、まあ、メールであるとかテキストであるとか書類データとかからもういろんなものが入っていまして、そのバイデンファミリーの怪しい動きっていうのが明らかになってきてるんですよね。 で、今回はその中でも、今、その世界で最も話題になっている、えー、ウクライナとロシアに関する話。で、えー、特に一時期かなり話題になったウ、ウクライナ国内でのその研究に関する話ですよね。えー、それにつながってきそうなものが出てきていますから、その辺を今回取り上げていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、何の話かというとですね、パソコンの中に残されていたメールなどから、ウクライナ国内にある研究施設への出資。 で、さらに出資以上の、まあ、深い関与をハンターがしてたんじゃないかっていう話が出てきてるんですね。で、まあ、それとは別件で国防総省のデータベースにアクセスする権限をハンターは持ってたんじゃないか疑惑っていうとんでもない話が出てきていまして、はい。まあ、この辺を今回お話ししていきたいと思います。で、まずですね、ここ本当に注意していただきたいのが、この話、ロシア政府も木曜日に言及してるんですね。ウクライナの研究施設とハンターの関係性があるんだみたいなと,と,ところに言及していまして、 まあそういうところからも、まあいろいろとバイアスがね、あの、両方向からかかってると思いますから、まあ全てを鵜呑みにするべきではないかなっていうふうに僕は思います。ただ一方で、えー、全てを、 嘘だっていう風にひとまとめにするのも、さすがに無理があるぐらいいろんな話が今回出てきてるんですね。はい。まあなので、どんなことが事実としてあるのか、で、そこからどんなことに結びつけるのはちょっと無理筋なのか、その辺の話を今回していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、第一報報じたのが多分、まナショナルパルスっていうところが最初に報じて、で、今デイリーメールがまたさらに詳しくいろいろ深掘りをしてるんですが、デイリーメールがですね、元情報機関の職員にインタビューしてみたところ、まあ今のその現状から考えて、ウクライナ 進行を正当化するためののロロシアのプロパガンダであるる可能性は非常にに高いといとう,ふうに言ってるわけなんでですねでも、だからといって全部をくしゃっていうふうにしちゃダメで、それとは話は別で、事実として多くの証拠となる資料が残されているので、さらなる調査が必要なことには変わりはないっていうふうに言ってるんですね。はい。なんで、ここのそういう、なんて言うんでしょうね、線引きは本当に必要かなというふうに思います。はい。で、まず結論から言うと、研究施設にその出資であるとか深く関与していたことは、これはもう事実で間違いないだろうと。 で、えー、ただ一方で、生物兵器の研究とか開発、これに関与していたかどうかっていうのは、これは断定できないわけなんですね。なんでそこを、まあ、あの、なんだろうな、前のめりに深く行き過ぎないように気をつけようっていう、そういうお話ですね。まあ、もちろんですね、あの、上院議会でね、あの、ニューランド国務次官がね、なんか、 いろいろ言ってましたよね。で、それに対してね、保守系の人たちが大騒ぎしたら、えホワイトハウスが焦ったようにちょっと否定をしてみたりとか、まあ、そうかと思え、次、ホワ、あの、ね、WHO から、ね、声明出してね、あの、そのウイルスの後処理ちゃんとしてくださいね、みたいなことを言ったもんだから、またさらにね、火に油を注いだ感じになって、なんか、いろんなことでこのね、えー、その研究絡みの話って話題になってたんですよね。で、それで今回この話が出てきていますから、まあ、怪しいことは間違いないとは思いますけれども、まあ、あの、でもですね、その、 兵器の開発かどうかっていうところに関しては、まだそのね、えー、両方向が本当に真逆のことを言い合ってますから、まあ、断定はまだ難しいんじゃないのかなっていうふうに個人的には思います。はい。でですね、あの、じゃあ今回何が分かってるのかっていう話なんですけれども、今一番その注目を集めてるのが、多分メタバイオタって読めばいいのかなっていう企業なんですね。はい。えー、っとですね、まずロズモントセネカパートナーズって聞いて皆さんピンときますか はい。これはね、あの、息子パソコン絡みを追いかけてる人なら、このロズモントセネカ絡みの名前はよう聞くんですよね。はい。えっ、ー、と、この話を最初に出したのは、あの、ヘニゲス買収問題ですね。もう、この話、えっ、ー、と、このパソコン絡みのパート1で、えー、取り上げていますから、この話まだ聞いてない人は、ぜひとも、あの、後でね、再生リストから引っ張ってきてみてください。はい。で、この中で、このロズモントセネカパートナーズっていう企業、会社をですね、えー、ハンターと、あとはクリス・ヘインズ。これ、あの、ケリー国務長官の義理の息子ですね。 あとはデボン・ガーチャーっていう、これもね、ハンターのビジネス絡みの時はもうずっと一緒に出てくる人なんですが、はい。まあ、この三人が一緒にロズモンとセネカパートナーズっていうのを作っていました。で、まあ、ここがその中共と関わってたりとか、と人民解放軍と関わっているようなところとなんかいろいろごちゃごちゃやってたんですが、まあ、その話は詳しい話は、えー、パートナーをご覧ください。 で、このロズモントセネカなんちゃらっていうですね、会社がめちゃくちゃ種類あるんですよ。で、そのうちの一つにですね、ロズモントセネカテクノロジーパートナーズっていうものも作ってたんですね。で、ここが、そのメタバイオタっていうところに出資をしてて、具体的には5000万確か出してたかな。はい。で、そこがですね、ウクライナで、えー、まあいろんな研究をしてましたよっていう、そういうお話です。 で、ちなみになんですけれども、えっ、ー、と、このメールの中から分かってきているのは、その出資だけじゃないと5000万出しておしまいじゃなくだけじゃなくて、まあ当たり前ですけどね、えー、お金出す以上いろいろ影響力を発揮するわけなんですが、具体的には政府機関、特に国防総省と、まあいろいろこのメタバイオタの活動をつなげるようみたいなことをやっていたので、まあ、ここでさらにやっぱり出てくる問題としては、まあその、 国防総省が、まあ、その、興味を示していたのであれば、まあ、それはね、その自然の設立としていいのかもしれませんが、でもこのメタバイオタが選ばれる理由が、結局そのハンターが関わってるからっていうことだと、それちょっと不健全なんですよね。なんでそのお金の流れとして適切だったのかどうかっていうところには、やっぱり疑問が出てくるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。 で、まあ、これがまず一つ目のちなみにの話なんですが、で、二つ目がですね、このメタバイオタなんですが、え、実はですね、武漢研究所とあとエコヘルスアライアンスともつながりがあるんですね。2014年の研究レポートの中から、メタバイオタが、あの、一緒になんかやってましたっていうことが、え、分かっています。はい。っていうことで一時期話題にもなっていたところなんですね。で、さらにちなみにの話をするとですね、このメタバイオタの取締役かアドバイザーか何かのところにですね、ロブウォーカーっていう人物がいるんですね。この人物の名前なんか聞き覚えありませんか これ前のパート3の話で出し、出しましたね。はい。トニー・ボブリンスキーさんっていう方がですね、あの、サイノホークっていう企業立ち上げの時に、えー、5億円がね、中国の企業から来るはずだったのに、それが来ないと。で、まあ結局、それをですね、ハンターが横取りしてたんじゃないか話っていうのが出てきたんですが、 このサイの方向を立ち上げるっていう時に、一番最初にね、その声をかけてきた人が、まあ、ジェームスギリ,ギリアっていう人物だったんですが、その次に声かけてきたのはこのロブ・ウォーカーだったわけなんですよね。はい。っていう風になんかもう知ったことを知ってた名前がいっぱい出てくるなっていうのがこのね、パソコン絡みの話かなっていう風に思います。 というま、ことで、まあ、そこの詳しい話は、あの、第、パート3の方をぜひご覧ください。はい。で、話を戻しまして、え、このメタバイオタなんですが、その、ウクライナでね、研究してましたよと。で、そのお金の出所なんですが、え、国防総省に脅威削減局っていうところがあるんですね。ここが B&B っていうところに委託をして、で、そこからさらに下請けを受けてたっていうところもあるようです。はい。で、ちなみにこの脅威削減局ってどういうことをやるかって言ったら、まあ、国防総省ですから、その、国家安全保障に関わるようなことを研究するわけなんですね。 で、具体的にはそのパンデミックになりうるウイルスであるとか、あとは生物科学兵器に転用されうるようなものへの対処法っていうところを、えー、研究する、そういう機関です。まあ、そこからのお金が流れてきたわけなんですが、こういう間接的な流れだけではなくて、直接2014年16年、もうまさにまだバイデンが副大統領をやってる時なんですが、その時に18.4億円が流れてきてるんですね。で、18.4億円のうちの、どのぐらいの時なの ?3,500 万円だかそんなもんが、えー、ウクライナ。 の使用用っていう形でね、あの、ちゃんと紐付けられていました。はい。まあ、これはあの、今でもですね、あの、ネットで確認することができる話ですね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、じゃあこういうふうに国防総省っていうのは間接的にお金を出してやらせてただけかって言われたらそうじゃないようなんですね。えっ、ー、と、実際はですね、もう国防総省のこのその脅威削減局から代表が直接ウクライナに行って、で、そのウクライナの研究機関とメタバイオタの代表とでいろいろミーティングをやっていたっていうこともわかっています。はい。まあ、この話は次のところでお話ししますが、 まあ、とりあえずですね、今回の話っていうのはこんな感じで、えー、このメタバイオタっていうところが、まあ、ウクライナでいろいろ研究してたっていう話がまずあると。で、そこにお金をいろんなところが出していたわけなんですが、そのうちの一つが、えー、バイデンの息子、ハンターが関わっている企業だったっていう、そういうお話なんですね。はい。 っていうのがまず今事実として分かってきていることだということなんですね。で、ここからその、じゃあ分かっていることの中でも、ええー、まあ、明確な線引きがここから必要になるよねっていう話をしておきたいと思うんですが、まず先ほどその国防総省とかいろんなところ関わってたって話をしましたが、それどこから分かるかって言ったら、まあ、これなんですよ。えっ、ー、と、2016年にそのウクライナ科学技術センターっていうところがあるんですが、そこの年次レポートの中で、そのハンターが出資してたメタバイオタと、あとは国防総省の脅威削減局の代表2人かな、で、あとウクライナ ウクライナのこの研究機関が、えー、まあ、出席をして、いろいろなその研究の進捗とか、あとはこれからどうするかとか、そういうミーティングをしてたっていうところが事実として書かれているんですね。はい。まあ、なので協力関係は間違いないというところです。で、さらに、えっ、ー、と、出資してた出資したって何回も言ってますが、実際ですね、そのロズモントセネカテクノロジー、えー、パートナーズの ネットにですね、これも今削,削除されてるので、今、パッて、あの、なんだ、えー、検索しても出てこないんですが、その、インターネットってあの、魚卓サイトがあるんですよね。で、その魚卓サイトから引っ張ってくると、ここですね、メタバイオタがありますから、これね、その、出資投資先ですよね。投資先のところにメタバイオタがありますから、まあ、ハンターが出資してたっていうことも、これは事実として間違いないということなんですね。はい。で、さらに、えー、その研究レポートとかから、鳥インフルであるとか、あと、なんか聞いたことの名前、なんだっけな、 クリミア混合出血熱とか、あと本当に全く聞いたことないようなウイルスの名前とかいろいろあったんですが、まあ、そのあたりの研究してたっていうところもこれも事実としてあるんですね。はい。まあ、なので、えー、ウクライナとそのハンターの企業と、えー、あとアメリカの国防総省がなんかいろいろやってましたよと。で、さらに言うとあの国際開発庁とかもいろいろ関わってたんですが、で、えー、お金出してたことも事実。で、研究があったことも事実としてあるわけなんですね。 ただ、ここで線引きが必要なのが、じゃあ、これらが生物兵器開発研究だったのかって言われたら、これはね、わかんないわけなんですよね。で、えまあ、いろんな意見があると思うんですが、それを断定する資料っていうのは、まだその明確なものがないんじゃないのかなっていうふうに、たぶん僕のね、リサーチ不足なのかもしれませんが、僕の中ではまだその結論が出せないので、なんで、現時点で、えー、まあ、僕だったらの話です。皆さん、人によってね、いろんな見る情報違うと思いますから、 その辺は皆さんにお任せしますが、僕としては、現時点では、研究はあったと。でも、だからといって、そのロシア側が言ってる、その生物兵器開発っていうところに結びつけることができるかどうかって言われたら、これはね、まだ難しいんですよね。で、一応ですね、国防総省の言い分を言うと、パンデミックに備える研究をしてたんだと。 で、えっ、ー、と、実際ですね、その研究機関っていうのはバイオセーフティーレベル3なんですよね。あの、武漢研究所はバイオセーフティーレベル4で最高レベルだったわけなんですが、それではないということなんですよ。で、まあ、とは言ってもですね、まあそういうパンデミックに備える研究だなって言って、今回このね、世界中このざまですから、あの、なんかね、それを信用するのどうなのっていう意見ももちろんあると思いますよ。はい。まあなんですけれども、えー、その目的 っていうところで、そういうね、将来の危機に備えるためのものなのか、それとも、まあ、攻撃の武器として使うためにやってるのかっていうのは、それは目的として全然違うと思うんですよね。で、そこをまだ済みやね、 しっかりその区切ることができないと思いますから、まあ、なので、その、もう一回言いますが、研究とかがあったっていうところは事実として僕は認めるべきなのかなっていうふうに思うんですが、一方で、え、それがこういうそのね、武器として使うためのものだったのかどうかっていうところは、これはまだわからないのかなっていうのが正直なところだと思います。はい。 っていうようなところで、まだ明確にね、しっかり線引きをして、いろいろその情報を見ていくべきなのかなっていうふうに思うところが、まだここに関してはね、あるかなっていうふうに思います。はい。で、あとですね、まぁ、あ、一つ言うのであれば、まあ、こういう話に結構そのハンターがかなり関わってきてるんですよね。で、これがその結局適当だったのかどうかっていうところも考えないといけないんですよね。その結局これって、国のお金がそこにジャブジャブ流れてってるわけなんですよね。 で、まあ、それが国を発展させるのにね、しっかり寄与しているのであれば、まあ、いいっちゃいいかなって思うところもある一方で、でもこれが、結局そのね、バイデンの副大統領としての、なんて言うんでしょうね、影響力っていうのを利用して、えー、不当にお金を得ていたのであれば、それはちょっと健全なものではないと思いますから、まあ、そういうお金の流れっていうのが、えー、適切なものだったのかどうかっていうところは、しっかり調査されるべきなのかなというふうに思いますね。はい。 っていうような形で、まだ歯切れが悪いなっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、結論出すのは難しいかなっていう話にもなると思いますので、まあ、本当に一歩引いてですねあの、どんな話が出てくるのかなっていうのを、まあ、両者ですよね、アメリカ側の言い分とか、あのロシア側の言い分とか、両方をね、あのしっかり聞いてあの判断していただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。 で、最後にですね、まあ、頭の片隅に入れておいてくださいねっていうようなお話です。これも断定することは不可能なんですが、なんかですね、このパソコンの中身をですね、今、えスイスに拠点を持っている調査チームがいろいろなんか中身調べてるらしいんですね。はい。なんでスイスなんだって思ったんですが、まあ、あの、この辺もあるので、ちょっとね、本当かどうかは皆さん一歩引いてみといてください。なんか、そのパソコンの中身見てみたら、息子が、 国防総省とめちゃくちゃ深いつながりあったんじゃないか疑惑っていうのが出てきてるんですよ。なぜかっていうと、その国防総省のデータベース、もうこれ国家安全保障に直接関わる話ですよね。そこのアクセスのための暗号キーを持ってたっていうことが分かってきたそうなんですね。 で、しかも、20年以上前に期限が切れたものも含まれていたというところで、この辺でね、いろんな疑問が出てくるんですよ。まず、なんで持ってんのっていう話が出てくるんですよね。だって、政府関係者じゃないじゃんと。まあ、一応、その、先ほどのね、研究に関するところで国防総省出てきたので、その関係かなって思われるかもしれませんが、でもそれだったら、メタバイオタがそういうキーを持ってんだったらわからんでもないんですよね。 でも、ハンターって、あれ、ただ金出してただけじゃないですか。なので、えー、そこが、ここまで深く関与できるっていうのは変な話なんじゃないかってうふうに思うんですよね。で、えー、じゃあ、今持ってますと。それ、他の人にお前渡し,渡してねえだろうなっていう、そういう疑問も出てくるんですよね。で、さらに、え、じゃあ、誰がそれ渡したのっていう話にもなってきますし、で、もう、疑問なのがこれなんですよ。なんで、必要以上の暗号機持ってたのか。20年以上前って、もう、全然、その、遥か彼方昔の話じゃないですか。 なんでそんな長い期間の暗号機を彼が持っているのかどうか、まあ、本当に疑問がどんどん出てくるような話なんですが、一応ですね、これは司法省国防総省は把握済みだということなので、まあ、これから何かしらのアクションがあるかもしれませんが、まあ、これ自体ね、まだ一応眉唾ものぐらいで聞いといていただいてもいいかなっていうふうに思うんですが、まあ、一応ですね、今後いろんな報道が出てくる中で、ああ、あの話かっていうふうになる可能性がありますから、一応ね、頭の片隅に入れておいていただけるといいかなっていうふうに思って今回ご紹介しました。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え最後はですね、昨日の動画でですね、あの、タヌキくんがね、あの、端っこでちょこんってしてる時があるっていう話をしたんですが、それはコメントでですね、あの、デブちゃんの出番はまだかなみたいな感じになったので、でね、僕はあの、デブちゃんはね、その、なんだ、その部屋のど真ん中とかでドベーンってすることあるよって言ったんですが、えまさに昨日その状態があったので、ね、お店をしたいと思いますえ。こんな感じになってました。はい。えタヌキくんがいた場所はこの辺ですね、この辺の端っこのところにね、ちょこんってしてたんですが、はい。え、昨日ですね、僕ちょっと家、 で、出かけることがあって、え、出かけて帰ってきたらですね、え、こんな風になってひっくり返ってましたね。はい。え <laughs>、でもこの足の感じとかすごくないですかはい。っていう、あの、かわいいおデブちゃんでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。